こんにちは、インターンシップ生の田中です。今回も自分の趣味である特撮作品を一つ紹介していきたいと思います。今回紹介する作品は激走戦隊カーレンジャーです。この物語は地球を狙ってやってきた宇宙暴走族、暴族に対して地球人5人がカーレンジャーに変身して戦っていくという内容になっています。この作品の最大の特徴はとんでもないギャグが飛び出すコメディ作品になっています。まずカーレンジャーに変身する5人は自動車会社の社員として働いており、最初にカーレンジャーに誘われた時は安月給なのにさらに戦うなんて嫌だと拒否したりなど、ヒーローとしてそれはいいのかなって思ってしまうような発言をします。さらにこの作品も他の戦隊と同様に敵である暴族が巨大化して襲ってくるのですが、その方法にも癖があります。それは芋町という店の芋羊羹を食べることです。そのため劇中内では暴族が巨大化のために芋羊羹を買いに行ったりなどシュールな場面が繰り広げられています。なのでこの作品には他の戦隊にない独特な個性を放っています。他にも野生の車やピザが交通違反をする、さらに悪人向けの雑誌が発行され、付録に組み立てた巨大ロボがついてくるなど癖のある言葉やシーンがたびたび登場するので、気になったらぜひ見てください。これで今回の紹介は終了します。よろしければチャンネル登録といいねお願いします。